どうも、冗談英会話のリュウです。 I want to go abroad と I want to go to a foreign country、 なんでこの to がないのとあるの、差があるのかっていう謎について今日はお話ししていきたいと思います。これ結構なんでなんて思ってる方は少なくないんじゃないかなと思ったので今日はシェアさせていただきます。まず to a foreign country から見ていきましょう。これ to と a foreign country を2つに分けて考えてみてください。 to は何々にっていう意味を表す前置詞というものです。そして a foreign country っていうのは外国っていう意味を表す名詞です。そして to a foreign country を合体させることによって外国にっていう句を作ることができるんですね。はい。で、この句は副詞句と呼ばれるものになります。で、副詞っていうのは動詞だったり形容詞だったり他の副詞だったり、まあ、いろんなものを修飾するんですが、この文で言うと to a foreign country は go をっていう動詞を説明しているんですね。はい。なんで海外に行くになるんですね。一方 abroad、 この abroad はもう一個で副詞なんですね。はい。なのでしかも abroad っていうのは海外にっていう意味があるので、もう abroad が go を修飾することによって海外に行くになるんですね。はい。なんでこの上と下の違いは、abroad は一個で副詞になっているけども a foreign country だけでは副詞になれないから to が必要になって to a foreign country で副詞句になって初めて go を修飾することができているというわけです。はい。だから、to がないと、まあ、おかしいよっていう話なんですね。まあ、to がなくてもおそらくネイティブは分かってくれると思います。まあ、おそらくじゃないですね、絶対分かってくれると思います。ただ TOEIC とか英検とか TOEFL とかでいい結果残したいっていう方はやっぱりね、あの文法を間違ってしまうと不敬にされて言ってももらえないっていう悲しい現実があるので、一応覚えておいた方がいいのかなと思います。もうコミュニケーションだけで僕はやっていくんだ、私はやっていくんだっていう方は別にね、いらないと思います。はい。お好きにどうぞ。では